アプリのセール情報をいち早くつかむ方法をお教えしましょう。どうも、iPhone 大好き、マグロ屋で働くお兄さんこと、マグニーです。アップジャックというですね、サービス。ね、皆さんご存知でしょうか。アプリの更新情報や、セール情報を、プッシュ通知してくれる。そしてそれをリスト上で確認して、そのアプリ内から、アップストアに直接飛んでダウンロードすることも可能だという、すごく便利な、アプリが大好きな方にとってはね、もうマストアプリ、マストサービスとなるものなのですが、使い方等もございます。私が、している設定などですね、合わせて、お届けしたいと思いますので、早速行きましょう。今、アップザップの一番初めの立ち上げた画面に来ております。下のバーご覧ください。通知とコミュニティと、コメントとマイアップザップとその他っていうのがあるんです。はい、その他のタブに行きまして、設定っていうところをご覧いただきましたら、一番上にですね、アップストア、今僕は日本を選択しておりますが、こちらはね、皆さん選択し忘れないようよろしくお願いいたします。その他で日本のストアを選択しましょう。今ね、通知のタブを表示しております。で、通知のタブを見ると、はい、このように、なってるわけなんですけれども、上の3つね、このセールオールとセールフリーとセールレート25アップってあるんですけれども、それぞれね、リストなんです。まずね、これリスト見ていきましょう。まずセールオール。セールオールを、見ると、セールしてるアプリを羅列してくれてるんですね。とにかくセールしてるものすべてです。なので、相当数、閲覧できます。1時間前にこの2つ。で、2時間前にはこれ。で、3時間前にはこの、これ。そして、まあ、例えばじゃあこのアプリ見に行きましょうか。見に行くと、アプリ名、そのレイトはこのアップストアのレイトですね、この星は。で、このいいねは、このアップザップ上でちっちゃなこうソーシャルネットワーク機能があるので、そこでのね、評価です。でいいねが17個あるんですね。無関心っていうのが4つですね。まあ、関係ねえよ。俺はこれ興味ねえよっていうことをね、示した方が4人いたってことです。スクリーンショットを見ることが可能ですね。こうやって。で、スワイプして確認できます。じゃんじゃんじゃん。はい。で、まあ戻りまして、はい、こちらにね、プライスアラート、更新アラートってあるんですけども、プライスアラートは、はい、無料になったら、通知してくださいってことですね。このアプリが無料になったらアラートが発生、通知が行われるっていうような設定ですね。まあこれは OK ですね。で、更新アラートっていうのはこのアプリが更新した場合ですね。バージョンアップした場合にね、通知が来るようになっております。で、もっとっていうところを見に行きましょう。そうすると販売者アラートっていうのを存在します。ニュースアラートっていうのを設定しておくと、このデベロッパーさんが新たなアプリを開発した場合に、通知が来るようになります。これでですね、私が好きな開発者の方が、アプリをリリースしたら通知が来るようにしております。たまに通知が来ない場合があったりします。正直とはいえ通知が来るので、はい、その辺はねちょっと我慢しましょう。ここご覧ください。これね、値段の推移も書いてます。アプリ情報で、いつ、リリースされましたか。カテゴリーは何ですか。サイズは、ゲームセンターに対応しますか。ランクは、この赤いのね、赤いのと緑のがあるんですけど、まあ、一番初め300円ですね。10月19日300円で、100円で下げました。で、また300円戻りました。次また100円で下げました。次また300円で上がりました。次ね、なんか間取って200円でしました。で、現在の価格を確認すると、100円になっております。つまり一番セール価格、一番安いセール価格に今なってますよっていうことが確認できるわけですね。まあ、例えば今200円になっていて、過去に100円になっていた経験があったとしたら、あ、こいつまた100円で下げ上がるなっていうことが分かったりとかするわけですね。で、プラス、下の方を、ご覧いただきますと、おすすめのコレクション。コレクションというものが存在してですね、これはですね、このユーザーが作ったものなので、あまり見るとドツボにはまってしまうので、ここは、あえて無視していいと思います。で、この開発者のすべてのアプリは一応こんだけですよというようなことも見れます。このアプリに対してのクリック数であったりとか、所有者、アラームの設定してるでしょ、こうやって確認できます。結構人気なようですね。で、一番最後。ね、ここを確認したいのが、国別いいねですね。一番左にね、日本の国旗が来てますが、日本の人は誰もいいねしていないということですね。つまりこのアップザップ、日本人のユーザーが結構少ないんですよね。うん。海外では結構普及してるんだと思うんですけども、ぜひね、皆さんにこのアップザップを使ってですね、アプリの有力な、アプリの情報をね、もっと簡単に、ゲットしてほしいと思います。私はこのアプリをね、正直を申し上げました。私はこのアプリの情報をもとにアップ情報を、動画で更新しておりました。アプリの情報であったりとかっていうのは、アップザップを見て、皆さん、ゲットしましょう。はい。今のはね、セールオールっていうのを見ていただいたんですけど、こちら、次ね、セールフリー見ましょう。つまり、無料になっている、セールアプリのみ相当してるんです。値段の方ずーっとご覧ください。ずっと無料です。先ほどはね、有料のものがありました。
ずっと無料。気になったアプリがあればね、無料だったらどんどんダウンロードして使っちゃえばいいわけなんですよ。この最後にあるセールレート25アップ、55アップですが、どういうことなのかね、セールしているアプリの中から、つまりこのアップザップでの評価が25いいね以上のもの、25いいね、いいねってありましたよね、にアップザップの中のいいねが25以上のものだけをリストアップしています。で、ちょっとだから人気のあるアプリが羅列されるようになります。私が主に確認しているリストがここですね。気づいたらアップザップを立ち上げに行くような感じにすると、新しいセールアプリがね、どん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 並んで、ちょっと見やすいようになってると思いますので、はい、それではね、このセールリストの作り方なんですけども、アプリアラートっていうところをクリックタップしていただきまして、作成しましょう。それでね、カスタムっていうところに行きまして、どのような内容にするかっていうのを、ね、カスタムしましょう。アプリアラートで一つのアプリに対しての、ここで、追加っていうボタンがありますので、ここで追加してやることによって、この、今話題のこのシャドウマティックですかの、アラート作ることができます。アップデートが来た場合、そして値段が下がった場合などは、通知が来るようになります。先ほども言いました、このリストに関しての通知っていうのはほとんど来ないですね。セールにチェックが入ってるんで、セールアプリが、並びます。で、先ほどね、フリーやって、無料のだけリストアップしましたが、こちらですね、オンリーフリーアップにチェック入れると、この状態では、先ほど見ていただいた、リストがこの設定です。で、カテゴリーの設定なんですけれども、こちらもね、もうね、はい、全部ですね、全部にしました。で、ライクフィルターっていうのはそうなんですけれども、こちらね、先ほどだから25以上にやってました。だから無料の中の25いいね以上ともっとね、絞ってみました。相当少ないと思います。で、機種も選択できます。ね。iPhone なら iPhone、iPad なら iPad に選択できましょう。両方選択することも可能です。私はまあ iPhone だけにします。で、持ってるアプリっていうのは、このアップザップ上で持っているよっていう風に通知ができるんですけれども、そちらをね、した場合はそのアプリは通知されないということですね。一度ダウンロードしたものを何回も表示されると、それはそれで鬱陶しいなっていう方のための機能です。で、名前はですね、適当に。まあいいや、適当に、まあこんな感じの名前しましょうか。で、作成ってやると、はい、ちょっとね、確か3つ以上リスト作れなかったのかな、すいません。今作れませんでしたけれども、今のような手順で、リストを作ることが可能です。皆さんやってみましょう。私から一つ、このアップザップを使うにあたってですね、すごく有益な tips がございますので、そちらをご覧いただきましょう。IFTTT、IF と立ち上げましょう。皆様、イフトに関しては私動画アップしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。アプリが更新されたエヴァーノートに保存するレシピ。3つございますが、それぞれ設定が違います。つまり、どういうことなのかというと、アプリの通知をエヴァーノートに送れるんですよね。私はエヴァーノートに全て情報を、まとめるようにしているので、すごく重宝しております。これ、エヴァーノートじゃなくて、他の方法も当然可能ですよね。皆様がお使いの情報管理ツール等があれば、そちらにですね、送ることが可能なわけです。アップザップは IFT のアクションになるわけです。覚えておきましょう。最後にですね、アカウントですね、アップザップに関するアカウントの、お話なんですが、ご覧ください。私これ Facebook と実は紐付けておるので、こんな感じで。じゃじゃじゃーんって。Facebook のアカウントでログインすることが可能なので、これは必須です。必ずログインしてください。もちろんこれ Facebook アカウントじゃなくて AppZap 独自のアカウントを作ることも可能なので、そちらは皆様でやってみてください。はい、他にもね、いろんなことができるアプリなんですが、私は本当にアプリの情報を集めるためだけに利用させていただいております。最新のアプリの情報を簡単にゲットができます。ぜひ皆さんもダウンロードしてやってみてください。というわけで本日の関連動画といたしましては、動画内でご紹介しました IFTTT IFT の動画ですね。自動化、いろんなものを自動化できるこの IFT の動画、そしてその、この IFT で私はこのアプリの情報をエバーノートに飛ばしているということで、私が最新の、昨日アップした動画ですね、このエバーノートについての動画ね、関連動画下にリンク貼っておきますので、よかったら、そちらも合わせてご覧いただければと思います。というわけでね、本日も、ご覧いただきましてありがとうございました。ではPC の方は YouTube 画面の中ほどにあるもっと見るをクリックで見れます。スマホの方は動画のタイトルをタップすると見れます。よろしく。
主に iPhone のコンテンツを常に毎日更新している動画チャンネルでございますので、よかったらですね、チャンネル登録の方を、ね、お願いしたいんですけれども、動画をご覧いただいております、下の方にですね赤いボタンが存在します。 PC の場合はこちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることが可能となっております。そしてスマホ、画面は iPhone のものになりますが、下の方にですね、チャンネル登録のボタンがございます。こちらをタップしていただくとチャンネル登録することが可能となっております。登録していただいて、私のチャンネルを動画を、ご覧いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。